皆さんこんにちは、ウイスキー専門店の岡村天翔です。どうも、今日はですね、毎月恒例の4月に購入したウイスキーを、紹介していく今日のコーナーですね。はい、4月はなんだかんだいっぱい買ってしまいましたね。3月すごい買いすぎたんで4月はだいぶ抑える予定だったんですけれども、4月すごくね、いいリリースがめちゃくちゃ多くてね、結構買ってしまいました。きついまあでもね、すごいいいモルトばっかりだったんでね、まあちょっと紹介していこうかなと思います。じゃあまずは、よいしょ、はい、こちらコッツウォルズのゴールデンウォルドですね。こちらですね、試飲して決めさせていただいたんですが、最近のコッツウォルズの中でもこれ一番ね、好きでした。めちゃくちゃうまかったですね。これ使ってる樽がね、結構面白くて、まあなんかこれ一応ね、なんか年に1回のなんかこう限定品のシリーズの第1弾なんですけれども、使ってる樽がですね、まあバーボン樽、ワイン樽、あとね、ピーテッドカスクなんですよね。その3つの樽使ってるんで、めちゃくちゃバランスいいんですよね。こう、ピート感も結構ありますし、ワイン樽の甘さもすごいしっかりありますし、で、こう、ツオルズらしいフルーティー感とかも出てますし、全体的なバランスがものすごくいい、コッツウォルズでね、個人的にすごいね、大ヒットなコッツウォルズでした。まあ、コッツウォルズ自体がね、結構マニアックなんで、あれですけれども、まあ、もしね、気になった人はぜひ飲んでみていただきたい一本ですね。で、次ですね。はい、じゃあ、アートセッションのアルタベーン2000年の22年ですね。はい、こちら、アルタベーン。ちょっとね、画面だと分かりにくいような、ジャケットですけれども、結構僕も大好きなアルタベーンなんですけれども、結構このアルタベーンはですね、かなり樽感がすごく強い、ドシュッとしたタイプのアルタベーンですね。まあ、よく出てくるのだと結構、ミドルエイジの年数だと結構青リンゴ感がすごい強い、スッキリしたタイプの、軽いバーボンダルのタイプのね、アルタベーンっていうのがよくありますが、これはもうものすごくドシッとしっかりとした、フルボディタイプのね、アルタベーンですね。非常にこれもうまいですね。次ですね、こちら。デュアラトレーの、タムナブーリンの1988-28年ですね。これね、めちゃくちゃコスパいい。タムナブーリンのね、88ってうまいんですよ。まあ、ラトレーからもね、前にも出てて、それすごくね、美味しかったんですけど、今回のこれもうまいですね。めちゃくちゃいいです。もう熟したあんずみたいな、熟成感とフルーツ感っていうのがね、もう熟に熟してる、あんず感っていうのはすごいね、強いですし、あとこうね、グラッシーな様子とかも、しっかりと伝わってきます。非常にいいですね、88のタムナブーリン。で、これめちゃくちゃコスパ良かったんでね、ぜひね、皆さんね、飲んでみてください。これはね、いいですよ。今のこの時代にこんなスペックのものを、こんね、そんな価格で飲めるのはなかなかないですから、まあタムナブーリン自体がね、あんまり、マニアックなんで飲む機会ないかなと思うんですけど、まあぜひね、こういうやつこそ飲んでみてほしいウイスキーなんですよね。こう有名なウイスキー、有名な蒸留所のウイスキーとかもいいですけど、こういうマニアックなやつもね、ぜひチャレンジしてみていただけたらなと思います。すごく面白いんで。はい、じゃあ次。まあこの辺はちょっと、サクッと紹介しますが、ディアジオスペシャルリリースのラガーブーリンとタリスカーですね。まあこれはもう毎年のやつなんで、もうバチバチのピートとね、バチバチに塩気のあるタリスカーとラガーブリンです。これはもう説明しなくてもいいかな。次行ってね、こちらいきますか。これ結構ね、今月僕すごい楽しみにしてたやつなんですよ。ティーリングの、20年の、マスカットカスクですね。マスカットワインカスクフィニッシュのティーリングです。めちゃくちゃうまい。これはもうね、桃。めちゃくちゃ桃の味がしてる。まあ、もう白桃ですね。もう桃感。90年代とかのね、ティーリングだとすごいトロピカルなやつ強いよね、とかって有名ですけれども。これ2001年のね、やつなんで、ものすごくトロピカルが強い、ヴィンテージとかではないんですけれども、とにかくこのマスカットカスクの影響が強くてですね。まあもちろんそのマスカットっぽいようなね、雰囲気の味もあるんですけれども、とにかく桃がめちゃくちゃ強い。非常にうまいんで、これもね、ぜひ飲んでみていただきたいですね。次ですね。まずこちらですね。ウィリアムソンですね。の7年ですね。なんか川越市の、100周年のボトルです。もうこれはもう7年のラフルグなんでね。もうバッチバチです。バッチコリスモーキーですね。これもまあもうそんなに説明をしなくてもいいかなと思いますけど、7年のバーボンダルのラフルグなんでね、想定通りのもうガッツリスモーキーですね。まあでも黄色いフルーツ感とかもね、しっかり楽しめるんでね。えぐちゃん、エレメンツオブアイラの、CL14 ですね。まあカリアです。カリアのバッチ14ですね。これね、個人的にね、めちゃめちゃ大当たりでした。スーパーうまいです。まあ、シェリーのね、フォグスヘッド一つと、オロロソシェリーバットが3つ入ってる。
バッティングタイプなんですけど、これスーパーうまいですね。もう甘さとスモーキーさのバランスがすごく良くて、超甘臭い系のカリラです。これめっちゃうまいです。これはぜひ飲んでみていただきたい。なんかエレメンツバイラもね、こういうシングルモルトとしてのなんかリースな、もうなんか最後らしいのでね、これからはもうピートとか書いたやつあるじゃないですか、あのラベルに。あれだけになっちゃうらしいんでね、もうなんかこういう感じで飲めないらしいんですけども、まあ最後のリリースということで、あの非常にうまいカリラでしたね。今月入ってきたアイランナカドと一押しかなっていうのがこのカリアですね。次もちょっと甘々系ですね。リンクウッドの2009年の12年ですね。これはもうシェリダルのリンクウッドになってます。シェリーリンクウッドの12年ですね。もうこれはね、もう甘々ですね。あれはもうあのロックにしてもね、あの楽しめるぐらいの甘さかなと思います。まあ、ちょっとね、開けたてで硬いところもあるんで、これは少しこう、ゆっくりね、時間かけてから、ちょっとグラスについてちょっとするとね、すごいね、こう、より甘さも際立ってきて、うまくなる、リンクウッドなんですけれども。まあ、最近ね、リンクウッド人気ですけれども、シェリダルのリンクウッドってそんなに多くないんですよね。って言ってもちょくちょくはありますけど、まあ、バーボンダルの方がリリースも多いので、ね、シェリダルのリンクウッドとしても、12年ぐらいのリンクウッドとしては、結構あの、買いやすいんじゃないかなと思います。あ、これね、僕すごいね、気に入った一本なんですよね。クライマックスシリーズの、バーンサイド1999-23年ですね。これね、僕もこれも試飲して、あの、もう即決した一本なんですけれども。まあ、あの、バルベニーですね。バルベニーのティースプーンモルトになってます。あの、99のバルベニーって結構黄色いフルーツ感が強く出るものって多いんですけれども、その中でもとにかくこいつはトロピカルで、パイナップルの要素っていうのがものすごく強いですね。まあその熟成感っていうのもあるんでしょうし、シンプルに樽がいいっていうのもあるんでしょうけど、今まで出てきた99の中でもダントツでパイナップルが強い、黄色いフルーツ、まあそのトロピカルフルーツの感じがすごく強いね、あのバルベニーになってます。これはね、あのぜひね、あの飲んでみてほしいですね。結構こいつはバルベニーの中でも、もう近年のバルベニーの中でもめちゃくちゃいいなと思った一本ですね。99のバルベニーってうまいかもしれないね。まあなんかこう黄色いフルーツの要素があるよねっていうやつの方が多かったですけど、今まではこいつはもうダントツでパイナポーなんでね。で次ですね、これは今月の中で僕が一番感動したやつですね。もうめっちゃうわーってなってですね、ですね、ブロッサムズのグレンロッシー1992-26年。もうこれはね、あの僕が今月一番大ヒット、うわーってなったやつですね。今月もね、すごいこう、うわーってなやつは多かったんですけども、特にこいつは、あの、めっちゃ僕の中のドストライクでした。9人のね、ロッシーって結構グッドヴィンテージとは言われてるんですけれども、やっぱとにかくこいつは良かったですね。その中でもすごく良かったっす。もちろんトロピカルの要素もありつつ、メロン系のウリみたいな、メロンの要素とグラッシーな要素。まあ僕、グラッシー系がね、個人的にあのめっちゃ好きっていうのがあるんで、めっちゃハマったっていうのもあるんですけど、もうとにかくこのグラッシーな要素とメロンの要素とトロピカルな要素の組み合わさりがすごくてね、めちゃくちゃこれうまいです。これはね、ちょっとぜひね、これもね、飲んでみていただきたい一本なんですよね。これはでもお客さんも皆さん結構かなりうわーって言ってくれるんでね、ぜひ飲んでみていただきたいなと思います。一応これはもう動画にしたのでいいかなと思うんですけど、一応これ最後はこれでしたね。アートウィークのヘビーペーパーのコミュニティリリースですね。じゃあこんなわけでしたね。今月4月ですね、4月に購入したウイスキーが以上になります。2,4,8,10,12本ですね。結構買ったね。先月ほどじゃないですけど、まあ結構買っちゃいましたよね。まあ5月はそんなに買うものはないかなと思うんですけれどもね。今のところアートウィークデーの通常版ぐらいしか予定はないんですけども、まあ楽しみにですね。いや、そんのね、買いたくない買いたくないけど、まあその新しいウイスキーと出会うのは楽しいですし、あのウイスキー買うのは好きなんでいいんですけれども、仕入れがね、あのお店を圧迫しているんですよね。まあ、この話何回すんだって話なんですけど、まあそんなわけで、ね、まあでも今月もね、4月もすごくいいウイスキーがいっぱい入ったんでよかったなと思います。個人的にはこのカリラとこのバルベニーとこのグレンロッシーとこのティーリングは、ちょっとね、マストで飲んでみてほしいなと思いますね。あ、あとこいつ、タムナブーリン。これも絶対飲んでしよう。なんておっしゃって、いっぱいあったな。っていうような感じになっております。はい。じゃあそんなわけでしたね。本日の動画は以上になります。また来月も楽しみにしていてください。
概要欄の方に僕の SNS とか、ウイスキー専門コミュニティ店とか世界さんの情報が載ってますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。